実効性確保の手段。労基法上の規制の実効性を確保する手段として、労基法は次の大きく3つの方法を用意している。司法上の救済、強行的直立的効力。戦前の工場法は、行政監督と刑事罰によって実効性を確保しようとするものであったが、戦後に定められた労基法は、法定の基準に強行的直立的効力という司法上の効力を付与し、司法上の権利実現を可能とする方法を新たに採用した。その根拠規定が、この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準によるとする規定である。このうち、法定の基準に達しない労働契約の部分を無効とする効力を強行的効力、無効となった契約部分を法定の基準によって補う効力を直立的効力という。例えば、1日8時間を超える労働に対して 10% の割増賃金を支払うと当事者間で合意していたとしても、労基法上の基準に反するこの合意は強行的効力により無効とされ、直立的効力により 25% 月60時間を超える部分については 50% の割増賃金を支払う旨の契約となる。また、労働契約上、1日10時間労働賃金1万円という定めがあり、1日10時間労働の部分が労基法に違反している場合、この違反部分のみが無効となり、契約内容は1日8時間労働賃金1万円となる。ただし、賃金について時間給であることが明らかであるなど特別の合意があると認められる場合には、賃金部分の契約の解釈として、これと異なる契約内容、例えば、1日8時間賃金8000円とされることもある。労基法の強行的効力は、労働者と使用者の間で合意された労働契約の内容に及ぶだけでなく、使用者が労働契約関係において行う一方的な法的行為、例えば前借金と賃金との相殺、労災療養休業産前産後休業期間中の解雇など、にも及びこれらの行為を無効とする。また、労働者と使用者の間に合意、労働契約上の定めがない場合でも、労基法がその基準を具体的に定めている場合、割増賃金の支払い、有給休暇の付与など、には、その直立的効力により労基法上の基準が労働契約の内容となり、労働者に労働契約上の請求権を与えるものと解釈されている。労基法の強行的効力は、労働協約及び就業規則の定めに対しても妥当し、労基法の基準を下回る労働条件を定める労働協約、就業規則の定めは無効となる。労働契約の効力と労基法の適用。労基法の定める規制は、必ずしも労働契約が有効に成立していることを前提としているわけではない。例えば、労基法の定める強制労働の禁止や年少者の使用の禁止は、労働契約が有効に成立していない場合にも妥当する規制である。また、労働契約が強行放棄や控除に違反して無効になったり、意思の不存在または意思表示の瑕疵を理由に無効となりまたは取り消された場合でも、労働契約関係が事実上存在したときには、労基法の初規定は適用され、労働者はその条文に即した保護を受ける。例えば、使用者の脅迫によって成立した労働契約を労働者が取り消し労働契約が訴求的に無効となったとしても、すでに展開されていた労働契約関係から生じる賃金や割増賃金等については、労働契約が有効に成立している場合と同様に労基法による保護が及ぶ。労基法は、労働契約関係が事実上存在する場合には、その法的な有効性を問うことなく、そこにおける労働者を保護する法規という性格を有しているのである。賦課金の支払い。労基法は、アメリカの賦課賠償金制度、厚生労働基準法16条に基づく2倍賠償制度を参考に、裁判所が使用者に賦課金の支払いを命じることができる民事制裁制度を定めている。裁判所は、労基法に基づいて支払うべき解雇予告手当、休業手当、時間外休日深夜労働の割増賃金または有給休暇期間中の賃金を支払わなかった使用者に対し、労働者の請求により、未払い金のほか、これと同一額の賦課金の支払いを命ずることができるとする規定である。この賦課金の請求期間は、従来は違反のあった時から2年以内とされていたが、2020年労基法改正により、賃金請求権の消滅時効期間と同様に、5年、当分の間は3年以内とされた。2020年4月施行、この賦課金の請求期間は時効期間ではなく、除斥期間と解されている。この賦課金の支払いは、裁判所は命ずることができると規定されているように、裁判所の命令によって発生するものであり、労基法違反の事実や労働者の請求によって当然に発生するものではない。裁判所は、使用者による法違反の程度対応、労働者の不利益の性質内容など諸般の事情を考慮して賦課金の支払いの要否、額を決定する。その遅延損害金の支払い義務は裁判確定時より発生し、損害金の額は年産部の割合で算定される。この賦課金の支払い命令について、判例は、裁判所が支払いを命じる前、事実審の口頭弁論終結時まで、未使用者が未払い金、例えば未払いの割増賃金の支払いを完了し、労基法違反の状況が消滅したときには、裁判所はこれを命じることができないと解釈している。その結果、一審判決で裁判所が賦課金の支払いを命じた場合でも、控訴審の審理中、口頭弁論終結時まで、未使用者が未払い金を支払ったときには、控訴審裁判所は賦課金の支払いを命じることはできないと解されるに至っている。しかし、このような解釈は、使用者が賦課金の支払いを免れようとするための控訴を誘発するという問題、一審判決の無意味化、及び悪質な使用者に対し民事的制裁を加え、私人に訴訟提起を促すという本制度の趣旨に反する事態を招いている。この実務及び理論上の問題を克服するためには、賦課金の支払い義務自体は裁判所の命令により発生するという点は維持しつつ、裁判所は、使用者の労基法違反行為と労働者による訴訟提起があれば、使用者がその後未払い金の支払いや供託をしたとしても、その裁量により賦課金の支払いを命じることができるとし、使用者による未払い金の支払い等の事情は賦課金支払いの要否、額の決定において考慮に入れるという解釈を取るべきである。時効、労基法の規定による請求権については、賃金、退職手当を除く、の請求権は民法の一般債権と同様に5年間、当分の間は3年間、退職手当の請求権は5年間、災害保障その他、年次有給休暇、帰郷旅費、退職時の証明、賃金を除く、金品の返還等、の請求権は2年間行わなければ、時効によって消滅する。この消滅時効の起算点は、民法の一般債権の主観的起算点、権利行使できることを知ったときとは異なり、客観的起算点、権利行使できるときイコール賃金支払い日等、とされている。戦前の工場法は、災害扶助の請求権について2年間の消滅時効を定めていた。労基法はこの先例に倣い、労基法の規定による請求権すべてについて、当初は消滅時効を一律2年間としていた。これに対し、退職手当については、1、高額になり支払いに時間がかかることがあること、2、当事者間で退職手当の受給について紛争が生じやすいこと、3、退職労働者の権利行使は必ずしも容易であるとは言えないこと、4、中小企業退職金共済制度、厚生年金基金制度における5年の消滅時効とのバランス等を考慮し、1987年労基法改正により、1988年4月から5年間に延長された。
また、従来は、労基法が適用除外されている同居の親族のみを使用する事業の労働者、同居親族、及び家事使用人については、その賃金請求権が民法上の雇用契約に基づく、使用人の給料に関わる債権に該当する場合には、消滅時効は民法上1年とされ、労基法上の労働者に該当しない個人業務請負労働者、業務受託労働者などの報酬等については、民法上の年またはこれより短い時期によって定めた金銭その他のものの給付を目的とする債権に該当する場合には、消滅時効は民法上5年とされてきた。しかし、2017年民法債権法改正により、職業別の短期消滅時効は廃止され、債権の時効期間は、権利を行使することができる時から10年、権利を行使することができることを知った時から5年に統一されることとなった、2020年4月施行。これに伴い、労基法上の賃金請求権の消滅時効期間が民法の一般債権の消滅時効期間より短くなることを避けるために、2020年労基法改正によって、労基法上の賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年、当分の間は3年に延長された。退職手当については従来通り5年、災害保障、年次有給休暇等の請求権についてはそれぞれの制度の特性を考慮し、従来通り2年に維持することとされた。なお、消滅時効の更新、中断や完成猶予、停止については、民法上の一般的なルールによる。行政監督、監督機関の組織、労基法及びその関係法規の実効性を確保するため、労基法は厚生労働大臣を頂点とした行政監督制度を設けている。ILO、国際労働機関は1947年に工業及び商業における労働監督に関する条約を採択し、日本も1953年に同条約を批准している。日本では、1911年に制定された工場法が1916年に施行されるにあたって、全国に工場監督官を置き労法の実施を監督させる制度が取られた。戦後に制定された労基法は、この戦前の工場監督官制度を整備強化し、労働基準監督制度を設けたのである。労基法は、厚生労働大臣の下に、厚生労働省、労働基準局、労働基準局長の下に各都道府県労働局、都道府県労働局長の下に労働基準監督署をそれぞれ置き、これらの機関に労働基準監督官及び必要な職員を配置するものとしている。労働基準監督官は専門職の監督行政官であり、その一人一人に臨権尋問など特別の権限が付与されている。ILO は、先進諸国では労働者数1万人あたり1人以上の労働監督官を置くべきであるとの指標を示しており、EU 諸国はおおむねこの指標を満たしている、またはそれに近い数値となっている。が、日本の現在の労働基準監督官数は労働者約1万9600人に1人となっており、その人員数は国際的水準から見て必ずしも十分でない状況にある。なお、女性労働者に特殊な問題を所掌する厚生労働省の内部部局として雇用環境均等局と子ども家庭局が置かれ、その局長は厚生労働大臣の指揮監督を受けて、労働基準局長等に勧告を行うとともに、労働基準局長の指揮監督について援助を与えるものとされている。監督機関の権限、厚生労働大臣を頂点とした労働監督行政機関のうち、全国に設置されその第一線を担っているのは労働基準監督署である。労働基準監督署の長である労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労基法上、臨検、帳簿書類提出要求、尋問、報告出頭命令、許可、認定、審査、仲裁、寄宿舎の使用停止等の命令を行う権限を有する。これらのうち、臨検、帳簿書類提出要求、尋問、報告出頭命令の権限は、労働基準監督官にも同様に認められている権限であるが、許可、認定、審査、仲裁の権限は、行政官庁である労働基準監督署長に認められている独自の権限である。労働基準監督官は、第一に、労働基準監督署長と同様に、事業場等への臨検、帳簿書類の提出要求、使用者や労働者への尋問を行う権限を有する。臨検とは、労働基準監督官としての職務遂行のため、労基法違反の有無を調査する目的で事業場等に立ち入ることを言う。労働基準監督官が提出を要求できる帳簿書類とは、労働者名簿、賃金台帳、雇い入れ解雇、災害保障、賃金その他労働関係に関する重要な書類を指す。尋問とは、ある事項について質問を発し、陳述を求めることを言い、刑事訴訟法上の尋問、犯罪捜査のための調書の作成とは区別される。これらの権限はあくまで労働者の権利救済のための行政上の権限であり、これを超えて犯罪捜査を行う場合には刑事訴訟法上の手続きを踏むことが必要になる。労働基準監督官は、これらの行政上の権限を行使する場合、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。労働基準監督官等の臨検を拒み、妨げ、もしくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、もしくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、または虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者は、30万円以下の罰金に処せられる。労働基準監督官は、第2に、労基法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限を持つ。具体的には、逮捕、令状逮捕または現行犯緊急逮捕、令状による差し押さえ捜索検証、現行犯緊急逮捕の際の令状によらない差し押さえ捜索検証である。また第3に、寄宿舎が単に安全衛生に関する基準に反するだけでなく、労働者に窮迫した危険がある場合には、労働基準監督官は、労働基準監督署長による使用停止等の命令権の行使を待つことなく、自らその権限を即時に行使することができる。行政官庁、厚生労働大臣、労働基準局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長、及び労働基準監督官は、労基法の施行のため必要があると認めるときは、使用者または労働者に対し、必要な事項を報告させ、出頭を命じることができる。労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を、退官後も含め、漏らしてはならない。労働者による申告。労働者は、労基法に違反する事実がある場合には、その事実を行政官庁または労働基準監督官に申告することができる。使用者は、申告をしたことを理由として、労働者に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。この労働者による労基法違反の申告は、労働基準監督官の使用者に対する監督権限発動の有力な契機をなすものであり、監督官はこれを迅速に処理すべきものである。もっとも、本条は、労働者の申告に対応して監督官に調査などの措置を取るべき職務上の作為義務を負わせたものとまで解することはできないとされている。監督規制権限の不行使と国の損害賠償責任。労働基準監督機関が監督権限を有しているにもかかわらず、災害防止のための監督を怠ったことで労働災害が発生した場合、被災者等は監督権限の不行使を理由に国に損害賠償責任を追及することができるか。この点につき、裁判例は、監督機関の権限不行使は、監督権限の行使が社会通念上極めて強く要請されかつ期待される特殊例外的な場合、法的には権限不行使がその裁量の範囲を著しく逸脱していると言える特段の事情がある場合、を除き、国の責任を発生させないとして、国の損害賠償責任を否定してきた。これに対し、国、大臣が法律によって委任されている省令の改正制定等を行わなかったことにより労働災害が発生拡大したことの責任が問われた事件で、最高裁は、大臣が法律に基づく規制権限を行使しなかったことが、この規制権限を定めた法律の趣旨目的、
その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法1条1項の適用条違法となるとして、被害者に対する国の損害賠償責任を肯定する判断をしている。具体的には、削岩機の湿式型化により人災発生の原因となる粉塵の発生を著しく抑制できるとの工学的知見が明らかになっていたにもかかわらず、国が鉱山保安法に基づく省令改正権限等の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことを違法とした判決。1958年通達発出当時、労働大臣、当時、和旧労基法に基づく省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けることが可能であった。そのような医学的知見が確立していた。にもかかわらず、労働大臣がその権限を行使しなかったことは、旧労基法の趣旨目的やその権限の性質等に照らし著しく合理性を欠くものとして違法とした判決。労働大臣、当時、は、1975年には、労安営法に基づく規制権限を行使して、石綿含有建材から生じる粉塵を吸引すると重篤な疾患を発症する危険があることを示すよう指導監督し、事業者に呼吸用保護具を使用させることを義務付けるべきであったにもかかわらず、その各権限を行使しなかったことは違法であり、この労安営法57条等に基づく規制はその場所で作業する労働者以外のもの、一人親方等、も保護する趣旨のものであるから、労働者に該当しないものとの関係でも違法というべきであるとした判決がある。実効性確保のための使用者の諸義務。労基法は、使用者による不正を防止し、監督行政を実効的なものとするため、使用者に、労働者への周知、帳簿書類の調整などの一定の義務を罰則付きで課している。使用者は、労基法、労基法施行規則、年少者労働基準規則、女性労働基準規則等の法令の要旨、就業規則、当該事業場で締結された労基法上の労使協定及び労使委員会決議を、常時各作業場の見えやすい場所への掲示または備え付け、書面の交付、パーソナルコンピュータなど電子機器等を利用した方法によって、労働者に周知させなければならない。また、使用者は、労基法上の寄宿舎に関する規定、および事業付属寄宿舎規定、建設業付属寄宿舎規定等を、寄宿舎の見やすい場所への掲示または備え付け等の方法で、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者、日々雇い入れられる者を除く、について調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、雇い入れ年月日、退職、または死亡、の年月日自由、原因を記入しなければならない。従事する業務の種類については、常時使用する労働者が30人未満の事業場では記入を要しない。労働者名簿に記入すべき事項に変更があった場合には、遅滞なく訂正しなければならない。使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項。賃金額、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外休日深夜労働の時間数、基本給手当その他賃金の種類ごとの額、賃金の一部を控除した場合にはその額を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければならない。また、使用者は有給休暇の時期、日数、基準日を労働者ごとに明らかにした年次有給休暇管理簿を作成しなければならない。事務の簡素化のため、年次有給休暇管理簿、労働者名簿、賃金台帳を合わせて調整することも認められている。使用者は、労働者名簿、賃金台帳、および、雇い入れ、解雇、災害保障、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間、当分の間は3年間、保存しなければならない。労働関係に関する重要な書類には、出勤簿、タイムカードなど労働時間に関する記録、労使協定の協定書、各種許認可書等が該当しうる。年次有給休暇管理簿は、有給休暇付与の期間中および同期間満了後の5年間保存しなければならない。刑事罰、行為者処罰主義と両罰規定。労基法上の行為規制の多くには、違反に対する罰則が定められている。これらの規制事項について実質的な権限と責任を持って違反行為を行った者、実行行為者がこの刑事罰の対象となる。労基法は、この行為者への処罰のみならず、その事業主、個人企業の場合は企業主個人、法人企業の場合は法人、に対しても罰金刑を科すこととしている、両罰規定。行為者処罰主義を貫くと、実行行為を行えない法人が事業主の場合、事業主、法人、に罰則が科されないこととなってしまう。このことを回避し、利益の帰属者である事業主、法人、にも罰金刑を科すこととして、労基法違反の防止を完全なら締めようとしたのが、両罰規定の趣旨である。ただし、事業主、ここでは自然人、事業主が法人の場合はその代表者、が違反防止に必要な措置をした場合には、両罰規定、事業主への罰金刑を免れうる。また、この自然人たる事業主、法人の場合は代表者、が、違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合、違反行為を知りその是正に必要な措置を講じなかった場合、または違反を強制した場合においては、事業主も行為者として罰せられる。自然人たる事業主が違反行為を知りながら必要な措置を講じなかった等の場合には、現実の行為者でなくても、行為者に課する罰則を適用する、罰金刑のみならず懲役刑、2022年改正により拘禁刑に、も課す、ものとされているのである。刑法相続の適用、労基法上の罰則の適用にあたっても、刑法相続が適用される。したがって、例えば、過失犯を罰する特別の規定のない労基法においては、故意犯、構成要件該当事実の認識のある犯罪のみが処罰の対象となる。故意と言えるためには、違法性の認識は必要でない、法律を知らないことは故意犯の成立を妨げない、が、違法性の認識がなかった場合には、情状によりその刑が軽減されうる。また、労基法上の罰則規定の適用解釈にあたっても、他の刑罰法規と同様に、罪刑法定主義、法律主義、及びその派生原則である訴求処罰の禁止、類推処罰の禁止、明確性の原則、実体的デュープロセスなどが求められる。労基法の類推適用の可否。このように、労基法の規定の多くは、司法上の効力を持つ司法規定であると同時に、行政監督及び罰則によって担保された行政取締法規、刑罰法規でもある。このような複合的な性格を持つ労基法の規制の実効性を高めるためには、これらの諸側面を一体のものとして解釈運用していくという視点が有用である。また、全国一律に課されるべき行政取締法規という性格からは、各規定について客観的に明確で公平な解釈運用が求められる。さらに、刑罰法規という性格からは、類推解釈の禁止も要請される。これに対し、学説上、労基法の司法的側面と公法、刑事法、的側面を分離し、前者については類推解釈を含め柔軟な解釈を行うことによって労働者保護を拡張すべきであるとの見解が有力に主張されている。この点については、労基法規制の実効性確保の要請、および司法救済、行政監督、刑事処罰の各制度の趣旨性格を考慮しながら、具体的な問題状況の中で、各条文の趣旨目的に照らして個別に検討解釈すべき問題と言えよう。その意味で、労基法の司法的側面について、法の趣旨目的に基づいて類推適用を行うという手法を取ることがおよそ否定されるわけではない。実際の判例裁判例でも、労基法の規定の司法上の効力が争われた事案において、当該規定の趣旨に照らした柔軟な解釈や類推適用がなされることはしばしばある。
なお、学説上、労基法の規制の構造上司法上の効力と刑罰法規の解釈を分離しがたい場合があることに留意する必要があるとし、例えば、労働時間概念を民事的効力についてのみ拡張的に解釈したつもりでも、それに基づく割増賃金支払い義務の違反に罰則が付されているので、民事上の解釈と刑事上の解釈を完全に分離することは困難であるとの指摘がある。しかし、この指摘は、複数の条文の関連性の問題と、司法的効力と刑罰法規の適用上の峻別の問題とを混同している嫌いがある。割増賃金支払い義務違反に対する罰則の適用にあたっては、32条と37条等が一体として構成要件を定めているため、いずれの条文についても類推解釈は許されない。これに対し、司法上の効力が問題となっている局面においては、いずれの条文についても類推解釈がおよそ禁止されているというわけでは。